結局もう俺一人で単独行動するわ。そうなの。いやだってもうこれ俺が行きたいところ、俺が行きたいとこ子供が行きたいってとこじゃないし、俺は俺で行きたいし。だからお昼だけそこで食べてさ、いやなんか帰ろうと思ったのそに。れで今なんかおにぎりとか食べてるわけじゃん。それいでや、なんかまあだ昼とから、かっつったらいまや、た時だ間かかっから。ちゃう。なんかあれやこれやってたらさ、すぐ1時2時とかになって、だからもう最初に別行動するわ。ビデオ撮らなくちゃいけない。あっちはこっちやで。ああ、眠い。ああ、まあ昨日は、アストさんの横浜連れられて、宮下さん、ボクシング一発も当たらんかった。で、嫁さんも子供も、もうなんか僕の単独行動で、結局もう一人でっていうことになったし。ああ、なんか昨日もいっぱい撮ったから、もうなんか車欲がこうなくなってきたかなと思いきやもう。でも結構天気がいいんで、また今日もちょっと頑張るか。人が多い。人が多いな。東京も狭いようで、結構だだっ広くてね、全然わかんないですね。どこに行けないのか。上野ってどこだ。御徒町駅にやってきました。すげえ。これがアメ横ですか。あ、すげえな。こんな風か。アメ横に来ました。ここはジンバル持って撮影しますか。ありがとう。すごい人混み。こりゃすごいわ。人が多い。わあ、すごい。この建造物。ともさんがなんかもう近くまで来てるということで、今回ね、急遽ともさんに会うことになりましたんで。交番のあたりって言ってるから。あの辺かな。お、びっくりした。ああ、撮ってたんだ。こんにちは、こんにちは。こんにちは。ああ、すごい。どうも。あ、どうもどうもどうも。はじめましたね。はい。そうですね、顔は。ネットではあれですけど。いやいや、すごいな、これ。重いんですよ。すごいね。重いんですよ。ああ。もううんざりしてきて。ちょっと後で持たせてください。ああ、どうぞどうぞ。はい。で、今撮ってたんですか、もうすでに。あ、今、ちょっとあそこの魚だけ撮って、ああ、本当に。ウーチャーを横からこう。ああ、そこそこ、もう分かってたんだ。撮ってきて。ああ、はいはい。いやもう僕はこれで寝ようと思ったんで。そうなんですね。ちょっとなんか挨拶を。ああ、どうす、なんですかね。はい、あ、どうも、いつもビデオチャンネルで、真っ黒動画ですね。はい、トークでお世話になってます。ともと申します。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、今日ヨーチャーがね、すごい機材を持ってきて、はい、はい、東京にいらっしゃったということで、はい、急遽。しかもこれでしょ、はい、フライングゲットした GH5 でしょ。いや、違いますよ。GH4 か。普通に GH4 ですね。はい、なるほど。もう使い慣れた機材ってことね。そうですね、使い慣れた。へえ、すげえ。ここは何駅？向こうも上野ですよ。あ、上野駅ですか。はいはい、上野の公園口って言って、はい、動物公園とかあるほど出口ですね。
上野って何、あのパンダがいるんですか。ああ、パンダ一応いますよ。ああ、はいはい、でも寝てることが多い。あ、寝てるんだ。寝てることが多いので、はいはい。この辺がトモさんのおすすめスポットですか。そうですね。あ、そんな感じなんね。あの山手線が走ってて、はい、雨横はちょっとあの、あ、一応ギリ見えます。一応ギリギリ、はい、途中からの方がいいかな。この人混みですからね、あれですけど。なるほど。あ、電車もいい感じですね。秋葉原の歩行者天国にやってきました。すごいね。うわー、すごい。なんか銀座の歩行店に近いようなね。そうですね。うん、これはすごいな。いいですよね。いや、これなかなか味わえないね、こ う,、うん、こういう道のど真ん中を歩けるっていうのは、うんうんうん、そうですね。いや、すごい。6車線ありますからね。うん、これでちょっとなんかジンバル歩きしてみてください。やりますか。え、いやいや、トモさんが。あ、僕が、わかりました。じゃあちょっとまずセッティングからですね。あ、セッティングってのはつけレンズ付け替えて。本気でやる気だ。はい、もう道路だけがだだっ広く映ってもあれかなと思って。ああ。はい、手が痛い。手がね、こう限界になってくる。そんなに。ちょっと気温下がってきましたかね。そうですね、うん、あ、今また録画しなさい。開始したんですね。あ、いや、そう、ちょっとあのジンバル歩きやってください。スタビ歩き、スタビ歩きですか。うん、まあそれっぽい感じでいいかな。それっぽい感じで、はい、どうぞ。そんなにそこまで気にしないですよね。まあ、僕と変わらないですね。あ、そうですか。うん、まあ、要は腰の高さがあんまりぶれないようにリズムなんですよ。うん、でもこれ持ってるときは、はい、あの僕の中で一番は肩と腕の柔軟性だと思ってるので、ええ、そんなに今スタビ歩きってことでこうちょっと意識してやりましたけど、ええ、普段これ取ってるときはこんな感じで普通に走ってるんですよね。ああ、普通ですね。ちょっと訳があって、あの私のホテルのところにね、トモさん来てもらいました。訳っていうのはこのC45 の充電が切れてしまって、でいろいろこう空き場で探したんですけどね、まあ、そうですね、なかったんで特殊だって言われましたね。はい、でまあちょっとあの夜から夜の部でね、別の方とこうお会いするっていうね、そういうまあ待ち時間もあったんで、だったらまあ何十分、40分ぐらいかかりましたかね。そうですね、はい、で戻って今まあ充電をしているところです。はい、ちょっとあれですね、あのフル充電で行ったんですけども、6時間って言ったらね、結構オンオフにして1日持つような計算のはずだったんだけど、うん、意外とあの持たなかったですね。なんか別の原因があったのかもしれない。なんかね、いくつかこうタコ足にして、はい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 、まあ今これ直でやってますけど、あ、はい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 、なんかまあ関係があったのかもしれないし、うん、はい、いうことですね。だからまあ一旦ここで、くつろいで、まあね、一緒にちょっとね、はい、夜の分また楽しんでいきたいと思います。こんにちは。こんにちは。誰ですか。お友達です。お友さん。お友達。うん、お友達です。うん、ほら。なんかいいな。いや、
なんかみんな初めましてって。初めまして。あ、どうも初めまして。名前は何ですか？太田と申します。太田。はい。いえ、こちらこそ。こんにちは。似てますね。ん？似てます？ヨンちゃんと。ねえ、楽しかった今日。うん、映画見てきたの。何してるの？え？お父さんが聞いちゃった。カチコチ大冒険見てきたの。そう。面白かった？うん。そうか。おじさんのね、子供もね、今度見ようかなと思ってて。感動で面白いよ。ん？感動で面白い？うん。感動して涙出た。あら、本当？そうなんだ。あ、切符も買わないといけないですね。あ、そうですね。あ、でも、渋谷に久しぶりに来ましたね。これどこがハチ公ですか？あそこのまっすぐの、はいはい、木の陰に。あ、じゃあちょっと行きましょうか。いや、ほんと久しぶりだな。相変わらず人が少ない。いや、確かに人は多いな。うん、ここに待ち合わせなんだけど。見つかりますかね。いや、こんだけ人多いと見つかんないでしょう。そうです。すごいな。このあの像がハチ公です。はい。あそこにある。ああ。はい。見てる人わかんじゃない。めっちゃ人多いな。めっちゃ人多いな。あそこさんどこにいるの？あ、いた。あの人、あの人。皆さんありがとうございました。今日は僕のために集まっていただいてありがとうございます。